シンドバッドすげえ、ディオタさんが熱狂するわけだ。自分は気づくのが遅かったな。バッハの旋律を夜に聞いたせいです、こんな心を。皆さんごきげんよう、いつもありがとうございます。ようこそアトリエ夢。プレゼンター身長は高いですが、腰は低いラファエルのことだけうちラファエル清です。YouTuber 氷河期の到来。コロナショックによる広告費の減少にテレビタレントの YouTube 進出を主な YouTuber の事務所対象に UM の株価暴落。何一つ好転しませんね。 YouTuber もさらに本腰を入れ、リスナーの皆さんの時間の奪い合いが激化しています。まさにネット上のバチバチのバトルロワイヤル、関ヶ原の乱。僕たちはどう生き残るか。みんな生き残るよ。さて、今日はシンドバッドストーリーブックボイズの続きですね。前回の動画は非常に反響が良くて、皆さんのシンドバッドに対する熱々の情熱を改めて実感しました。ここ最近の動画でダントツの成績で、さすがシンドバッド。今回はさらにアトラクションをがっつり深掘りして、より一層シンドバッド愛を深めていただければと思います。それでは物語の続きを始めましょう。シンドバッドをさらなる高みへ、 Go to next。青い空高く頬を上げて、水平線の彼方を目指せ。シンドバッドストーリーブックボヤッジ。前回のプレゼンで、もともとこのアトラクションはシンドバッドセブンボヤッジっていう名前で、イスラムのおとぎ話千夜一夜物語を忠実に再現したがゆえにあまり人気が出なかったというちょっと残念な歴史をプレゼンしました。確かに原作のストーリー出だしから残念なスタート切るんですよ。大商人の息子だったシンドバッドは早くにお父さんを亡くして遺産をがっつり受け継ぎます。その受け継いだ膨大な遺産に浮かれて、自堕落な生活をダラダラ続けていて、気がついた時には遺産がなくなりかける、このままだとまずいと思って船を購入して一攫千金を狙った財宝探しの旅に出るという始まりなんですよ。生活に困った青年の博打的な冒険物語。セブンボヤッジのアトラクションも予言者の忠告を無視して航海に出たら人魚に船を遭難させられて、卵を食料としたら怪鳥ルクに襲われて、洞窟で財宝を見つけるも洞窟の主の巨人と戦いになり、凶暴なエンジンに襲われて島だと思ったらクジラだったみたいなドタバタな物語で、ちょっと残念でしょう。そのストーリーをガラッと一新して作られたのがシンドバッドストーリーブックボヤッジ。勇気ある青年シンドバッドと可愛い子ドラのチャンドゥ、二人が七つの海へ旅に出る冒険へ出かけましょう。まずはシンドバッドの故郷バズラから始まります。小さな船に地図だけを持って旅に出るシーンなんですが、街の横断幕にはフェアウェルシンドバッド、さらばシンドバッドとバーンと掲げられていて、街のみんなが総出でシンドバッドを見送っています。シンドバッド愛がすごいですね。そして長老の、気をつけろシンドバッド、この先は危険じゃ、忘れるな、いかなる時も心のコンパスに従うのだという名言をくぐって待ち構えるのが、あれあれの嵐の海。シンドバッドの船は嵐に見舞われ危機に陥ります。ここで実際にボートに乗るゲストの頭上からもポツポツと雨が落ちてきて、触覚を刺激する演出にもこだわっています。今風の言葉で表現すると、水の呼吸、痛かっただけです。雷がバリバリと落ちて船はボロボロになりますが、人魚の助けを借りて嵐を切り抜けます。そして大きな鳥ルクチョウが住むルクトウへとたどり着く。シンドバッドたちはルクチョウの卵とヒナを奪おうとしている悪い盗賊たちと出会います。そしてシンドバッドとチャンドゥは親のルクチョウと助け合って悪い盗賊をやっつけ卵を守ります。大きく翼をバサッと広げたルクチョウはとても見物なんで、ぜひご覧ください。そして巨人の洞窟にたどり着き、ザクザクの財宝の山を目にしますが、巨人はがっちり牢屋に閉じ込められて、盗賊が財宝を横取りしようとしています。そこでコトラのチャンドゥが盗賊たちを懲らしめている間に、シンドバッドがルクチョウの親鳥からもらった魔法の羽を使って巨人を牢屋から救出。そして楽器を演奏し、巨人とシンドバッドはコンパス・オブ・ヤー・ハートをデュエットします。その後シンドバッド一行はインドに渡り、サルタン王からもてなしを受けます。おもてなし。この宴の途中、サルダン王からこの楽器を使って乱暴者の猿をなだめてくれないかと依頼されます。それをシンドバッドは引き受け、チャンドゥと共に猿たちの住む岩だらけの島へと向かいます。島では猿たちがどんちゃん騒ぎのお祭りの真っ最中、そこへシンドバッドはサルダン王からもらった魔法の楽器を使って猿たちとセッションします。
そしてセッションのお礼に猿たちから大量のバナナをいただくんですが、このシーンに来たら辺り一帯の香りを嗅いでほしいんですよ。バナナの甘い香りがふわーっと漂ってきます。ぜひ嗅覚を研ぎ澄ませてください。そして故郷へ帰還するシンドバッド、海で出会ったクジラに故郷のバズラまで送ってもらうことになりました。このクジラの表記に注目していただきたいんですが、ここに隠れミッキーがいるのでお見逃しなく。故郷の町に到着するとウェルカムホームシンドバッド、お帰りなさいシンドバッドという横断幕で迎えられます。橋を抜けるとシンドバッドが冒険で得たルクの羽や財宝、バナナは町のみんなに分けられてワイワイと宴が開かれています。ここで注目いただきたいのが空に打ち上がる花火です。花火がドンと打ち上がると同時に、それに合わせて照明も花火カラーでパッと照らされて、とても幻想的な演出になってるんですよ。パッと光って咲いた打ち上げ花火、船から見るか街から見るか、お見事です。この一連のストーリー演出に加えて、コンパスオブヨハードの BGM でしょう。嵐の水しぶきにバナナの香り、花火の照明に最高の BGM。 要はシンドバッドストーリーブックボヤッジは、触覚、嗅覚、視覚、聴覚の五感に訴えかけて、五感に刺激を与えて心を沸かせるとんでもないアトラクションなんですよ。そしてラストのシーンでシンドバッドとチャンドゥがさあ、心のコンパスに従って自分を信じる道を行こうと見送ってくれるんですが、ここで2人の間にある地図に注目してください。この地図には空飛ぶ絨毯に乗った見覚えのある2人、アラジンとジャスミンがいます。隠れアラジンと隠れジャスミンです。最後まで気を抜いたらダメですよ、とても貴重なんで。それと伝え忘れていたんですが、Qラインにこんな絵が飾られています。絵の左下にくっきりと隠れミッキーがいるので、こちらも探してみてください。冒険は Qラインから始まってますよ。いやー、すごかったね、シンドバッド。改めてプレゼンしたら想像以上でした。以前質問コーナーで、好きなアトラクションは何ですかっていう質問にジャングルクルーズって答えたんですよ。けど今はもう気持ちはシンドバッドですね。シンドバッドからとんでもないことを学ばせてもらったんだけど、歌の歌詞にさ、宝物探そう信じてコンパスオブヨハートって歌詞あるでしょ。シンドバッドが心のコンパスを頼りに見つけた宝物って最終的には何だと思いますか？冒険の途中途中で見つけた財宝や楽器やバナナもそうなんだけど、最終的にはその宝物を街のみんなに配って喜んでたでしょ。あくまで自分の見解なんだけど、冒険を通じて出会った仲間や経験、そして人を喜ばせるっていう幸せ、幸福度っていうものはお金では買うことができない宝物じゃないかな。だから経験を通じて人を幸せにすることが回り回って自分自身にとっての一番の幸せになるんだよっていう、人生でとんでもない大切なことを教えてくれたとんでもないアトラクションだった。次に見つけたお宝物、宝石や王国じゃなく、旅の中で巡り合った素晴らしい僕の友達。シンドバッド、すげえ、ディオタさんが熱狂するわけだ。自分は気づくのが遅かったな。自分は今まさに心のコンパスに従って人生を冒険しているところなんですが、旅の途中で出会っていただいたリスナーの皆さん、竹内ラファエル京都という存在を好きになってくれたラファ信者の皆さん、そして一緒に夢を追いかけてくれるドリーマーの皆さんは自分にとってとんでもない宝です。これからも何卒よろしくお願いいたします。教えてくれてありがとう。